のりたけの森は、名古屋市西区、のりたけ新町3丁目1番36号にある、公園、レストラン、ミュージアムなどを含む複合施設、のりたけカンパニーリミテドによって、同社の本社に隣接する工場跡地に作られ、2001年10月5日に、開場した。また、当時の代表取締役社長は、中川忠氏し2005年4月1日に、 株式会社の折竹の森が設立され、施設の運営に当たっている。2018年12月13日には、市民緑地認定制度による市民緑地の認定を受けている。乗竹の森レンガ作りの建物、乗竹カンパニー入ミテドの前身である、日本陶器合名会社は1904年に、森村一材門らによって設立され、名古屋市西区に工場、本社が建設され、 食器の生産が行われていた。やがて生産体制の変化とともに、当地での食器生産が終わり、赤レンガ製の工場の建物群が残っていた。コーポレートアイデンティティ確立などの観点からこれらの建造物の活用が検討され、地域社会貢献のための広い緑地を含む複合施設、のりたけの森の設立が決定された。工場の跡地11313。 平方メートルのうち44,960平方メートルがのりたけの森に当てられ、南側にコマーシャルゾーン、中央にゲートウェイ、北側に自然系ゾーンが配置する。この際、新しい建築物を作らず既存の建物を改装、補強して再利用したことが大きな特徴である。南側のコマーシャルゾーンには、のりたけテーブルウェアの運営する、食器店、のりたけスクエア名古屋や、 のりたけカンパニーリミテド製の食器を使用するレストラン、菓子ギャラリーなどがある。レストランとギャラリーは旧事務所棟を改装したもので、食器店には天井の高い旧配送センターを再利用した。また、2005年3月5日には創業者の森村一左衛門や大倉孫兵を記念した森村大倉記念館が敷地内に開設された。これは表面のモルタルを剥がした。 レンガ作りの建物を使っている。北側の自然系ゾーンには広場などがあり、かつて45メートルの高さを誇り、工場のシンボルマークであった6本の大煙突が10メートル弱に切られた状態で並んでいる。施設付近の郷土種であるコナラなどを植えたりビオトープを作ったりして生態系を回復させており、鳥や昆虫の種類は名古屋城周辺の緑地と同程度まで増加している。 植生については、コマーシャルゾーンには、メタセコイアやケヤキを植え、外周には既存のイチョウを用いるなど常緑樹と、落葉樹を組み合わせたデザインとなっている。1970年代後半、当地に日本初のドーム球場、のりたけドームを建設する計画が持ち上がったことがあったが、諸事情によって立ち消えとなった。赤レンガ建築、六本煙突、森村。 大倉記念館キャンバスは、経済産業省近代化産業遺産に認定されている。乗りたけの森の敷地内において撮影する際は、人数を問わず団体では、事前の申請と許可が必要。なお、人数から団体とみなされた場合は、撮影の形敷地内でのコスプレとみなされた撮影は禁止されている。森村、大倉記念館キャンバスは、 愛知万博のパートナーシップ事業として2005年3月5日に、のりたけの森内に開設された展示館、森村グループ4社、日本外資、日本特殊陶業が共同で運営していたが、初期の目的を果たしたとして、2014年3月30日に閉館した。建物は明治40年代に建設された赤レンガの建物を改修したもので、中には森村グループの歴史や、 現在、目指す未来ほか環境への貢献などを、各像に分けて展示していた、郵便番号451-8501、名古屋市西区、たけ新町3丁目1番36号、ありがとうございます。